中国大陸を流れる長江。上流域は3つの渓谷からなる三峡の世界。最下流域を揚子江と称するアジア最長の大河だ。壮大なるフィールドに現地で岩鎧と呼ばれる大魚イエローチークは潜んでいる。2メートルにも達する小イカの魚に挑むのは宇山和弘さん。未開の水辺を渡り歩く秘境長江のスペシャリストだ。フロンティア精神にあふれる釣りで数々の怪魚を仕留めてきた。南米フレンチギアナで見せた巨大肉食魚タライロンとの格闘劇。やばい、すごい強いですね。イエスイエス、やっちゃいました。木をやっぱりこう越えてまたホールした時にドーンって食ってきますね。もうね、食った瞬間からもう重さが違う。最後のツッコミがすごかったね。韓国ではここでしか出会えない可憐なソガリと戯れた。ようやく木とかなんとかっていうよりもこのレパード柄、ヒョウ柄のこいつに会いたくて、あとこの国にしかいないこの高麗結魚、これに会いに来ました。三死水命、悠久の流れに君臨する太陽岩油、チャイニーズモンスターとの息詰まる駆け引きを堪能する。夢に駆られた釣り人は終わりのない旅路をたどる。夢追い人の釣りの旅。10月上旬、日本を立ち中国の武漢へ向かう。直行便で4時間足らず、地球の裏側まで旅する宇山さんには隣町へ行く感覚か、ちょっと物足りない。長江と漢江の合流地点にある中国中部湖北省の州都武漢。経済発展著しい街を望む高層ホテルに一泊し、さあ行きましょうか。釣り友ジェフと合流。彼は中国のすごい大きなバスのトーナメントに出ていて、昨日まで4日間その試合で、試合が終わってそのまま来てくれて、なんと優勝してめっちゃハッピーで。おめでとう。乗りに乗っている凄腕バサーの先導で釣り場へ向かう。目指すは巨大なイエローチークが生息する水辺。5時間のロングドライブだ。中国最大の河川長江、この川を遡っていく。景色がもういかにも中国って感じですね。どうもね、この長江の本流、まあ支流になるのかな、あのリザーバー止まってる感じじゃなく、川でなんか釣りをするみたいな感じで、まあ川といってもね、この感じなんで、当然釣りしてる人なんか誰もいないし、魚がいる感がちょっとないけど。翌朝、ベースの町ゴジャバから川へ出る。快晴、いい釣りができそうだ。
船着き場でもう一人のメンバーと合流。なんかねジェフもこの長江のこの河口から1500キロぐらい上がった、まあ、中流域初めて釣るらしく、まあ、お友達、中やんよろしく。いや、ローカルで彼はここにボート持ってるらしく、まあ、彼にちょっと案内してもらいながら釣りをしようと思います。まあ、中やんの船と、まあ、ジェフの船に僕は乗って、まあ、2艇で魚を探していけたらなと思います。現地で使ってる感じのルアーはね、完全にタイトピッチのもうそのジャーク仕様のルアーばっかり、こうリップが小さくて前合いのもうこうあのピッチがタイトのもうガーッと早く巻くようなやつをジャークして釣る、そんなことを言ってるけど、なんかね釣ったことがないからそういう風に、まあ初めての場所ですね。まあ、ちょっと楽しみです。どうなるか分かんないんで、一応ね全部針はこの3フックの仕様を、2本フックにしてステークスの58を、糸はね一応分かんなかったからフロロ1416、それと P の32を入れてきました。でリーダーは全てフロロの40を入れてます。このイエローチークっていう魚が釣ったことあるんだけど、もう全く違う感じのフィールドなんで、多分その以前自分が釣ったその経験とかはもうほぼ参考にならないような気がするんで、準備を万端に整え長江の広大なる水辺へ。膨大な水をたたえゆったりとした流れ、湖の趣だ。川なんだけど、もう全くこう、まあ、多分ボトムの方は流れてると思うんだけど、表層中層表層はちょっともう流れが全然効いてる感じじゃなく、まあセオリー通りだよね。この前のこれが大きい島らしく、まあちょっと水流に変化が出るところできっとベイトがっていうようなイメージで釣りをしてるんだと思うけど、まあ、とにかく早巻きだな。早巻きでストップアンドゴーみたいな。イエローチークってフィッシュイーターなんだけど、なんかね小イカの魚なんですよね。いつも自分がやってるイメージのプレデターの魚とはちょっと食性とか習性が違う感じもするんだけど、なんかジャークしてる感じじゃないな。細かく速いピッチのリトリーブに時折食わせの間を入れる。経験を加味しながら現地流に釣りをアジャスト。なんか多分ね魚の形とかからしてもこう回遊してクルーズしてストラクチャーにこう寄ってそこでうろうろしてるとかいう感じの魚ではなさそうだ。その
緑色の島あるじゃないですか。島というか浮き草みたいな。ベイト追ってるっぽいからホッパやってるから。表層で捕食している。ならばポッパーで。まあでもこんだけ表層でもし本当にベイトを追ってるんだったら水深関係なく遠くに出ると思うけどね。ルアーの波動に揺れるタイガの水面。何かしらの生命感はあるけど。モンスターの気配は濃厚だ。さあ食ってこい。長江に息づく大魚を求める釣りが始まった。ここまで手探りの状態が続いている。よし。バストーラメンターのジェフさんにヒット。うわ、ニノだ。ナイスナイス。ガイン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 。小さいが本命のイエローチーク。成長すると頬に鮮やかな黄色が乗ってくる。多分ジェフがね今釣ったのとか僕が今巻いてるのとかもう表層水面直下30センチぐらいのとこ巻いてるね。でしかも今のジェフのやつとかほぼ落ちパクだよね。落ちても1巻き目ぐらいで多分ガーンって入ったと思うんで、だトップに出ないっていう理由がちょっとわからないよね。ターゲットはいる。だがバイトに至るプロセスがわからない。一筋縄ではいかない難敵だ。なんか本当シャローレイクの場合ね、なんか水温が上がって日中日が出た方が食うイメージの魚なんだけど、今日はね天気はねすごい良くて日中はね27、8度まで上がる。朝はね13、15ぐらいだ。寒いもんね。このレインの下にパーカーとか着込んでるからそれでもちょっと寒いぐらいだ。お、ボイル。気温は低いが活発に捕食しているようだ。ならばルアーにバイトする可能性もあるはず。糸をねフロロから、まあ、P に変えました。なんかねローカルもフロロ使ってんのかなと思いきやみんな P にリーダーでやってるみたいだった。水深が深く流れが緩い。地形に起伏がありベイトが集まりそうな場所を丹念に探っていく。水深はおよそ7メートル。どのレンジにいるのか。とそこへ水運の大動脈を担ってきた長江。人々の生活に欠かせない川だ。岬の先端絡みとか食ってくんねえかな。ちょっと濃感じだよね。鏡のように景色を映す水面。気配が全く感じられなくなった。あの一瞬だけの釣りの感じ。
理想なんだけどな、雰囲気としてはこういうとこで。秋晴れ、コイ科の魚にとって水温の上昇はプラスのはずだが、ターゲットの活性が上がるかどうかは未知数だ。川漁師の漁船も浮かぶ。どんな魚が取れるのだろうか。手を尽くしジェフのルアーを試してみる。夕方ね、多分そのプライムタイムが来ればいいんだけどっていうのと、あと風がねちょっと怖いよね。魚の反応はあるのか。流域はオレンジの栽培が盛んだ。川の養分が育む実りの大地。小魚がかかった。このルアーのサイズみたいな、食ってないと思うんだよね。こういうのをガバガバって追っかけて食ってるようなボイルだもんね。魚っ気がなくなったので一旦本流筋へ。起伏に富んだ見飽きることのない眺め。再び支流に入り、仙人でもいそうな山々の麓を目指す。やはり流れは緩やかだ。水深もある。さてどうするか。フックにしてちょっとね、やっぱね高速巻きするんでバランス崩すんですよ。でなんかそれが逆にいい時もあるんだけど、なんか朝の感じだと食わなそうなんでスリーフックにしてみました。 STX58。 こうなだらかに落ちてるとかじゃないね。全部ストーンと落ちてて。駆け上がりのない岸辺、レンジの特定が難しい深さ。判断を迷わせる要素ばかりだ。あらゆる手を打ちキャストを続けたが、宇山さんのルアーにイエローチークは反応せず、初日は完敗に終わった。ゴジャバは古き良き中国が香る長江沿岸の町。漁師さんがその日に獲れた魚を干していた。川に寄り添う暮らしは今も変わらない。釣りは撃沈ながら、友のバストーナメント優勝はめでたきこと。日本から持参したシャンパンを開け運気を上げる。釣りも食も思いっきり楽しむ、宇山さんのモットーだ。2日目、朝まずめのチャンスを狙って夜明け前に出発。ほの暗い空に浮かぶ急峻な山のシルエット。三国志の英傑たちが割拠したあの頃に思いを馳せる。朝一は昨日ボイルが頻発したエリアで勝負する。
まだなんか起きてない感じがするね。イエローチークは小魚の速い動きに反応するので、ショートピッチのジャックを入れルアーを小刻みに動かす。本当にほんの少し日が出始めたぐらいからなんだな。動いてるうちに釣らないと。となるか。地元アングラーの中ヤンに獲物、イエローチークだ。魚は間違いなくいる。しかし釣れない。彼らと何が違うのか。こんなインサイドはないだろう。お、魚はいるんだよね。ジェフは表層を狙い、攻め方は三者三様だ。シューヤもシューティングだな、あれ完全に。ベイトとターゲットの動きを魚探でつかみ狙い撃つ効率重視の釣り。浅間爪もダメか。宇山さんの顔に焦りの色が。大きなボイル、ここは期待できそうだ。3センチぐらいのメダカみたいのが群れでブワーって泳いでるんだ。これ追ってんじゃないかな。今ちょっと違ったな。めっちゃベイトは小さいわ。うん、すごい今日一のこう子。イエローチークは活発にベイトを追っている。千載一遇のチャンス、ものにしたい。あれで食うんだろうな。確実に彼釣ってるもんね。ボイル打ちで釣ってるんだろうな。じゃあちゃんと、おお、船の横、山の端から朝日が差し込む。悠久の時を刻む荘厳なる眺め。
ょっとずれてたんです。あらゆる手立てを講じたが、モンスターとの真っ向勝負はかなわなかった。タイガを支配するまばゆきギンリンをいつの日かこの手に収めてみせる。